はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。昨日はワクチンの副反応でダウンしておりましたが、少し回復したので本日より動画再開していきたいと思います。たくさんのリプや DM ありがとうございました。ということで今回はですね、12所属討伐ダークドラゴンの中級をミッション同時コンプの攻略解説やっていきたいと思います。こちらですね、クポの実を使って無事未達成ということなのでリベンジですね、僕にとってはやっていきたいと思います。今回硬くない？なんか普通の中級と比べてめっちゃ硬いんだけど。で、土か光が弱点となっておりますので、ロカちゃんとトゥーリエンを使った土属性で、今回攻めていきたいと思います。5ターンでの攻略を目指してやっていきましょう。まずはですね、立ち回りフラントリプルを使って、このね9点落成者の威力を少しでも高めていきたいので、アルティミスの矢を使って土を付与しながら威力加算の500、隣のミストにたけるものを使って威力加算の500、もうほんとスズメの涙程度だけどね。で、続いてミストデコイを使って引き付け 100% の3ターンを味方1体に、これをですねローザに選択していきます。これでローザは引き付け回避 100% のユニットになりました。で、そんなローザはダブルを使ってドラゴンキラーの 250% 2ターンをトゥーリエン、そしてバルフレアにかけていきます。で、バルフレアはいつも通り10のデバフ、ミストチャージ水を使っていきます。トゥーリエン、トリプルを使って、ヨルドスパルキ、土の 160% のデバフ、そして4ターン目以降の防御の89デバフ。で、5ターンのスーパー LB には間に合わないんですが、それまでのダメージを少しでも出したいので、初手から LB の威力加算1万4ターンを使っていきます。そして、ヘルト・アングリフ88の防性デバフを入れていきます。最後は MP 消費の少ないアビリティを使っていきます。ロカちゃん、トリプルを使ってヘイスト、LB ゲージの回復を3回選択していきます。とりあえずね、トゥーリエンの LB をとにかく回復させることが最優先かなと思います。敵の攻撃は引き付け回避 100% のローザで無効化。火属性のデバフをもらいましたが、元々の非耐性は 200%。これがデバフをもらうと、ローザの非耐性は 100% へと減少しました。つまりは火属性デバフ 100% となっていることが分かりました。続いて2ターン目、トゥーリエン LB27 ヒットを使っていきましょう。27ヒットに合わせるのはクーバルのグループ16、もちろん土属性の方を3回、そしてロカちゃん LB を使ってステータス LB 土属性の威力アップバフをかけていきましょう。そしたらまずはこの2人チェーンをつないで 90% 近くまでできればダメージを稼ぎたい。さあ、どんくらいダメージがいくか。うわ、ちょっとやばそう。うわ、だいぶ下振れ。これはひどい。で、フランは、ミストデコイを使って、もう一回、引き付けの上書きをローザに。で、ローザは、今回ダブルを使いまして、シェルガ、プロテガを使ってダメージ軽減を貼っていきます。このダメージ軽減結構でかいので、必ず強化をした状態で使いましょう。で、2ターン目の攻撃は、火属性攻撃がやってきますが、レジスト。で、3ターン目は全体攻撃やってきますので、プランにつけたハリマンボンで、無効化していきましょう。続いてバルフレア BS を使って、いつも通り LB 準備をしていくんですが、今回ロカちゃんがいるので、この2つ必ず発動させていきましょう。1個ずつ発動させれば、6000威力アップ ×3×2 が発動するので、36000の威力加算ができるようになります。まず1回目発動したのは狙いは外さねえ。続いてロカちゃん、トリプルを使って土付与。クールタイムの短縮はトゥーリエン。で、あとは適当なアビリティを選択していきましょう。で、トゥーリエンは LB ゲージの回復を選択。ローザは、火属性耐性 90% バフを、まあ主に自分にだね、ダメージの軽減のために使っていきたいと思います。次のね、この3ターン目の攻撃、割とローザ重ためのダメージをもらえますので、火属性耐性が重要となってきます。続いて4ターン目、ロカちゃん。スーパー LB を使ってクールタイムの2ターン短縮。もちろんバルフレア。で、バルフレアはさっき狙いは外さねえが発動したので、今度はうざったいんだよを発動させていきましょう。発動しました。今回運が良かったんですけど、もしこれで狙いを外さねえが発動したら、やり直していきましょう。もうミッションというか、運ゲーなのでやり直していきます。で、フラン、トリプルを使ったグループ16。で、それに合わせるのはトゥーリエンの LB。で、ローザ、最後に忘れないようにダブルを使ったドラゴンキラーをトゥーリエン、そしてバルフレアにかけていきます。で、バフがかけ終わったら、2人のチェーンをつないで、85、6% ぐらいかな、言っても。そうだね。
5億ぐらい出たかな。うわー 4.3 か。もうちょいダメージ欲しかった。今回トゥーリエンがめちゃくちゃ下振れしてる。で、そしたら、5ターン目、フラン使いまして、2枚目は大変ね、バルフレアで、ロカちゃんはここで土不要の重ね掛け、クイックをフランに、あとはなんか適当なアビリティを選択する。もう虫の息だからね。で、バルフレア略奪のコンパス、トゥーリエンはヨルドハーディス、そしたらバルフレア額に手を当てたらトゥーリエンを押していきましょう。これで多分いい感じのダメージが、うわ残り 2% か。これは悔しい。ロカが落ちる。多分これ耐えれるな。6ターン目で倒せるんちゃうか。で、フランは、もうくそ、ロカが生きてればこれ使えたのか。惜しいな。どうしようかな。バルフレアはなんか威力加算もう一ターン残ってる。でも LB ゲージが足りない。どうしよう。これマジで迷うぞ。表に戻して、トリプル使って、グループ16を MP ゲージが足りない。どうしよう、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 どうしよう。トリプルを使って、とりあえず、MP の回復をひたすらに、バルフレアに選択をして、バルフレアの MP を全回復させる。ちょっと待って、ワンチャン 2% ぐらいだったら、ゴリ押しいけるかもしんない。グループ16を3回、トゥーリエンもグループ16を3回やっちゃうか。でも土のデバフは65あれば十分じゃねえか。これいける気がする。さあ残り 2% をこれで削ってくれ。頼む。いやーいけないか、いけないか、いけない。LB 回復しとけばよかったか。やばいやばいやばい。ちょっと待って、でも 1% だったらワンチャンいけるぞ、ワンチャンいけるぞ。リロードをして、フラントリプルを使ってグループ16、89の防御デバフがまだ残っている。さあこれで終わらせろ。頼む頼むぞ。 1% を削れ。いやあぶねえ、マジであぶねえ。満身創痍、ギリギリの装備構成でなんとかクリアすることができました。まずフランの装備、フランはさっきも言ったけど少しでも火力にしたかったから、一応アビリティ、ブグバイ率とドラゴンキラーは250の装備構成で、もうガン積みよね、本当に。で、アビリティでハリモンボンと不滅ドラゴンキラーをつけておりました。ビジョンカードはドラゴンキラーがついたアリーナ VS ベロリマンとなっております。ここだね。で、続いてバルフレア。バルフレアは、まず表アビリティ、ブグバイ率とドラゴンキラーはマックスの装備構成、ガチガチで申し訳ないけど本当にこれが必要最低限でした。で、アビリティの方もノエルのスパトラを、使っております。で、あとは、これは、ラスウェルのトラマスだね。ブグバイ率を上げながらドラゴンキラーが漏れるので、今回こちらを採用いたしました。なので、パラデイヤのソウルと合わせて、ブグバイ率は 400% と、ビジョンカードはこの物語の主人公さ。まあ、固有ビジョンはね、さすがになしにしました。で、裏、アビリティ、ブグバイ率、LB、ドラゴンはマックス。ここも申し訳ないけどね、アバティファのスパトラとアーロンのスパトラを使わせていただきました。で、アビリティ。アビリティはね、まあ、アビリティはあんま変わんないか、表と。そうね。で、続いて、ロカ。ロカは、即死無効をつけている、源氏の盾で即死無効と、食いしばりの 1%、ガッツの 100%、1回を発動させているのと、引き付けを 90% にして、ローザが倒れた後に、ロカちゃんにね、こう、引き付けられるようにしておきました。こんな感じでした。ビジョンカードはなし。で、続いて、祈り子の祈りの祝福、白魔導士ローザ。ローザは引き付けは低いんだけど、回避 100% にして、ミストデコイをつけて引き付け 100% 以上にしてるって感じだね。で、あとは、非属性耐性を 200% 盛る装備構成とアビリティ構成、ビジョンカードとなっておりました。で、ラスト、トゥーリエン。トゥーリエンもガチガチ、アビリティ、ブグバイ率はマックス、LB がちょっと足りないんだけど、竜キラーは250。で、ティーダの服を採用しておりました。で、あとはアビリティに、ごめん申し訳ないけどノエルのスパトラを合計3つ使いました。いや今回これでもやっぱ5ターンで倒しきれないほどの硬さというか耐久があったから許してほしい、申し訳ない。で、ビジョンカードは通常ビジョンで新年の演武となっておりました。いやーマジギリギリ、本当にギリギリでしたね。ということで今回はなんかいつもの中級よりも耐久があって難しい攻略になっていたかなと思います。
敵の HP は、まあ、見てわかる通り 5.55 億か55億が敵の HP になっていて、バルフレアで44、トゥーリエンで11億削って、なんとか7ターンでのミッション同時コンプの攻略解説となりました。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたね。